いや、また来たんだね、フラグちゃん。はい、もぼうさん。結局、俺のこの左腕は治るの？ごめんなさい。神様に頼んでみたんですが、すぐには難しいみたいで。そっか。ですが、今回はとっておきの助っ人を連れてきました。え、生存フラグさんです。もぼうさん、この方が来てくれたからにはもう安心ですよ。だってこれで生存フラグが立ったわけですから。いや、同時に死亡フラグの君がいるんだから、プラマイゼロじゃない？モブオ、よくわからんが貴様大ピンチらしいな。何でも重篤なエラーが起きているとか。重篤なエラー？ちょっと、生存フラグさん、そういう裏側の話はモブオさんには内緒ですよ。どんな理由であれ情けない。こうやって他人に心配をかけるなんて、まさにクズのすることじゃ。この死亡フラグも貴様のことで悩み、わしにここに来てくれと泣いて懇願してきたんじゃぞ。え、そうなの？フラグちゃん。いや、私泣いてはいませんよ。とにかくこれ以上人様に迷惑をかけるな。早く良くなれ。でないとわしがこの手で貴様を消してやろうか。それじゃあ本末転倒じゃない？いかんいかん、どうしてわしはこんなひどいことを言ってしまうんじゃ。本当は無謀が消えてしまうなんて。こうなったら仕方ない。じゃあ生存フラグさん、お願いします。ここに1億円あるので俺を助けてください。やっぱり俺怖いんだ。自分がこんな感じでおかしくなって壊れていくのがとにかく怖くて。金ならたくさんあるから。昔高額な医療費を請求されたこともあったけど、これだけあれば大丈夫ですよね。生存フラグさんなら俺の命救ってくれますよね。あの、無謀さん、お金を使って助かろうとするのは典型的な死亡フラグですよ。あ、それにどうしたんですか、こんな大金。そうじゃ、なんでド貧乏で有名な貴様が。いや、たまたま1枚だけ買った宝くじが当たって、まさかの億万長者に。え、突然のとんでもない幸運も死亡フラグですよ。くそ、いくらお金があってもダメなのか。じゃあ、俺にもしものことがあったら、この手紙をモブミに渡してくれないか、フラグちゃん。もしものことなんて考えたくないけど、最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。モブオさん、人に手紙を託すのも超典型的な死亡フラグです。あ、やばい、モブオさんいつも以上に死亡フラグ製造マシンと化している。ここは流れを変えないと。じゃあせっかくだし、今から3人で何か楽しいことして遊びませんか？え、遊ぶってこんな深刻な時に？深刻な時だからですよ。死亡フラグとは基本的にシリアスなシーンで立つもの。みんなで遊んで楽しんだり笑ったりしている時は死亡フラグの方から離れていくと思いませんか？いや、死亡フラグの君と遊んでる時点で全然離れていく気がしないんだけど。じゃあかくれんぼとかは？いいですね。なんか急にさ、久々にやりたいなと思って。そのまま死亡フラグからも隠れちゃいましょう。じゃあ俺が今から一人で隠れるからさ、二人で俺のことを探してよ。そんで見つけたら、せーの、モブを見つけたって言って。ん？あ、そうだ、話は変わるけど俺、モブ見だけじゃなくて二人にも手紙書いたんだ。フラグちゃん、生存フラグさん、俺が今から隠れる間にさ、よければこの手紙を読んでほしい。無謀さん、みんなに手紙を渡してからかくれんぼをするのは特大の消えるフラグですよ。ダメじゃ、こやつに任せていたらどんどんフラグが濃厚になっていく。いや、そうじゃない、逆にこれはチャンスかもしれん。おい、死亡フラグよ。え？わしにいいプランがある。何ですか？逆にこのシチュエーションを利用するんじゃ。は？現在無謀には過去類を見ないほどたくさんの死亡フラグが立っている。だがよく考えてみろ、物語などで稀に起こるもう一つのルート。ここまであからさまな死亡フラグが大量に立った時はかえって死なない。逆に言えばこれは生存フラグじゃ。なるほど、つまり逆にもっとたくさん死亡フラグを立てれば無謀さんは助かるかもしれないってことですね。そうじゃ。というわけで
どうせなら手だけではなく足も壊してしまえ。ふっぐわー、ちょっと、いきなり何やってんの。左腕だけじゃなくて両足も砕けたじゃないっすか。いや、これでいい。状況が悪化するのは死亡フラグですもんね。全然良くないでしょ。そしてこれを読み上げるんじゃ。大丈夫、ちょっと休めばすぐ元気になるから。今何かが、いや気のせいか。もう何も怖くない。これでどうじゃ。いつもより死亡フラグ3倍増しですもんね。あれこれ俺マジで消えちゃうんじゃない。逆効果だったか。いや逆に何が効果的だと思ったの。なんか分かるな、これいつもの死亡フラグじゃない。絶対に覆ることのない本当の本当に終わった。大丈夫です、大丈夫ですから、私が全力回避しますから。回避。はい、今まで散々失敗してきました。何十回も何百回も、もう坊さんの死亡フラグは回収できなかった。だから大丈夫です、私はダメダメな死神ですから。私がそばにいれば勝手に回避しちゃうんです。なので絶対にも坊さんは。そうだね、いつも俺のそばにはフラグちゃんがいてくれた、ありがとう。俺たちプロットアニメの魅力をもっとファンのみんなに伝えたいと思わないか。俺ももっとファンと近い距離で動画を作りたいと思ってたんだよな。でもどうすればいいんですかね。やるならいつもの動画よりワクワクできるような新しい何かがいいです。全裸になるか。ならねえよ。ファンの皆さんからもプロットアニメについてもっと知りたい、もっと盛り上げたい、ファン同士でつながる場所が欲しいという声が出てましたよ。俺たちに何かできることはないのか。ファンのみんなとつながれていつもの動画よりワクワクできる、最高にエキサイティングなこと。いっそファンコミュニティでも作っちゃいますか。それだ。ここはプロットランド。会員になったみんなは様々なコンテンツを純粋に楽しむのも OK。 コミュニティを通じて一緒にプロットランドを盛り上げるのも OK。 楽しみ方は人それぞれだ。メインコンテンツは3つあります。1つ目はプロットランド限定特別コンテンツです。毎週1分程度のショートアニメを配信予定。カフェ紙にもできるイラストも手に入りますよ。2つ目はファンのためのコミュニティだ。これまで以上にプロットを盛り上げて一緒に作品を作ろうぜ。ファンのみんなでプレミア公開を見たり好きなところを語り合ってくれ。3つ目はプロットの裏側を大公開するぞ。あんなところやこんなところまで見れるかもな。ラフイラストや没案とかだ。いずれは裏側を公開する YouTube チャンネルもできるかもな。プロットランドの会費は月額料金は5億で、年間は。嘘つくなよ。ギク、私はただ少しちょろまかそうと。少しじゃないだろ、この腹黒円豆。月額は500円、年間は5500円だ。今ならなんと1ヶ月間無料キャンペーンを実施中ですよ。アプリはもちろん iOS、Android 両方に対応してるじゃん。概要欄に URL があるので皆さんぜひダウンロードしてくださいね。
最後まで見てくれてありがとうな。皆さんもプロットランドのチケットを手に入れて私たちと楽しみませんか。先に行って待ってるからな、ピチピチ。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんってフラグちゃん。